皆さん、こんにちは。熊谷康政です。さあ、今日はレジェパクりたいと思います。ケニー・カークランド。4コーラス目突入。C マイナーのとこですね。こんな感じ。C マイナー。ワン、ツー、スリー、フォー。って感じ。で、ここがちょっと、このホールトーン。超2度入りますね。で、ここも。なんですが、僕はこれ非常に弾きづらいっす。すごいなと思って。ここまでいいけど、こうやってずっとこうなってこれ弾いてまた戻ってくるんですよね。これが結構難しくて、なんだったらもう5514かな、これでもいいんじゃないかな。ます。まあちょっと譜面でちょっと一回見てください。あらやった。というわけで、なんだこれ、ここは6から始まってますね。6から13、結構この感じの組み合わせ多いですね。ここから4つですね。この1フラット3、5、6。これを。ありましたよね、前もね。なんで6を入れて、これを結構いろんな分解してるなっていう感じは見受けられます。そんで、僕がもうこれ勝手にこっちこれなしやってもいいですよ。全然やってもいいんですけど、こうすると5514ってこう、まあこの完全4度があるのがまあポイントっすよね。ケニー・カークっぽいっすよね。これにしちゃって、で、これっす。これも俺はだいぶ前にパークって結構使ってます。これだから、なんつうのかな、ここで完全4度が入るんですね。フラット3から、フラット7で13、フラット13で5度、5度に向かってこう行くのが、なんかこの人の前やり口っすよね。これ結構特徴ありますね。でここがまた完全4度の展開形みたいな、596ですね。これかっこいいっすね。弾かないんだよ。で、またこれが入るんですね。まあ、これは割と弾きやすいかな。でもまあこっちレの方がついてんだかな。多分これシングルのトーンだったら、あれですね。1611で。F トライアド弾いてますね。それにこれがついた感じ。まあ、チックコリア的な感じっすよね、この超2度で弾くのは。で、これもまた完全4度。14の11、11じゃない、セブンス。セブンスから。なんで、まあ、やっぱこのピアニストとしては、つかめるじゃないですか、ここに。で、ここに収まるんで、割と弾きやすいっすよね。で最後は四分音符で、517みたいな。とまあそれぞれ、まあパクりやすいのはこの辺かな。あ、これも全然いけますね。これはまあまあ簡単なんですけど、意外と出てこないような気もするんですけど、これが、まあ出てくるかな。これまあ4つに分けて
めちゃめちゃ筋肉アグランドですよね、この部分ね。で、ついでにその先もこんな感じなんで行っちゃって、で、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォーって。みたいな。で、ずっともうこの、1をトップにして、フラット3とイレブンスの方、行ったり来たりするのを、ちょっとパーカッシブに、ワン、ツー、って行くんですけど、まあ、これも別にパクろうと思えばパクれますけど、ね、この部分は意外と逆に僕的にはパクりづらいんですけど、まあ簡単ですよね、取るにはね、音符としては。なので今日8小節一気に行ってみました。じゃあまた最後に、今度毎回最後に貼っとくんで、この譜面また見てください。それでは皆さん、ついにチャンネル登録者500名達成しましたけど、頑張って1000人まで突き進みたいと思います。チャンネル登録よろしく。さよなら。